いつもご視聴いただきありがとうございます。A ロッド、オルティス、大谷翔平の回答にレジェンド2人が大喜び。大谷選手は9回3対2と1点リードの最終回、世界一へのマウンドを託されました。先頭打者に四球を出すものの、続く打者をダブルプレーに仕留めると、最後はトラウト選手を空振り三振に仕留め、侍ジャパンが14年ぶりに王座を奪還し、歓喜の輪に導きました。 WBC の試合終了後、投打で活躍し MVP を受賞した大谷選手が、元メジャーのレジェンドの2人 A ロッドとオルティスからインタビューを受けました。まずは司会のインタビュアーから、この大会翔平の活躍を見ていて楽しかったですが、最後のトラウトの打席はどういう気持ちでしたかと最後のシーンを問われると、最後に対戦するとは思わなかったです、来るとは思っていたけど、まさか最後の最後になるとは思わなかったですと、同僚のスター選手マイク・トラウト選手と対峙したのがまさかの最後の打者となったことに驚いた様子。続いて本塁打王5回通算本塁打696本を誇るアレックス・ロドリゲス、通称 A ロッドから、僕は君を尊敬しているが、試合前の恐れるなというスピーチを聞いて感動したけど、それについて何かあると、試合前に侍メンバーを鼓舞するシーンについて問われると、野球をしていれば誰もが耳にしたことある選手が1番から9番までベンチにいるメンバーもそうですし、本当に素晴らしい選手たちが並んでいるので何も考えないこと、あ、マイク・トラウトだとか、リスペクトの気持ちが受け身の気持ちになってしまうので、本当にそこだけ負けないんだって気持ちを持っていきましたと、負けない気持ちを持つためにはリスペクトの念を一度捨て、何も考えずに超えるつもりで戦うべきだという大谷選手の考えを述べました。メジャーで二刀流のパイオニアとして活躍している大谷選手の言葉なだけに、その言葉には重みがあるように感じます。インタビューの順番は、通算本塁打541本のデビッド・オルティーズ、通称オルティスがマイクを握ると、トラウト選手と何年も同じチームでやって、もう兄弟のような関係なのに、どうしてあんなすごい球を投げたのと、冗談交じりに大谷選手の投球について質問。誰よりも彼の凄さをいつもネクストから見てますし、本当にチームメイトが彼の人間性も含めてどれだけ素晴らしいか知っているので、自分のベストを超えるようなボールを投げないと抑えられないと思って、そういう気持ちで行きましたと、同僚のマイク・トラウト選手へのリスペクトの言葉を忘れず、あの投球シーンを振り返りました。ツーアウトフルカウントからの完璧なスライダーには、元メジャーでレジェンドの2人も脱帽した様子。マイクは一周し、司会のインタビュアーが、日本で見ている皆さんにはこの勝利はどういう意味を持ちますかと聞くと、選手もそうなんですけど、本当に僕らはアメリカの野球をリスペクトしているし、これまで日本にして頑張ってたと思うので、今日はたまたま勝てましたけど、これからもっともっと高いところを目指して頑張っていきたいなと思いますと、謙遜しながらも今後もっと高みを目指していくと力強く語りました。続けて A ロッドが、輝かしいキャリアの中で今日の興奮はどれくらいにランクインする？今のところトップじゃないかなと思います。このシチュエーションで投げることってなかなかないので、緊張もしましたけど感謝の方が大きいですと、メジャーの第一線で活躍する選手が今回の優勝が最もエキサイティングしたと語ったのと同時に感謝の気持ちも述べました。大谷選手は幼い頃から WBC へ憧れを持っていたとも語っており、その夢の舞台で最高の結果を得られたのですから、心の底から嬉しかったのでしょう。そしてマイクはオルティスへ回ると、真剣な質問するね、どの惑星から生まれたのと、またもジョーク交じりの質問に対して、日本の田舎のチームも少ないところで生まれました、日本人でも頑張ればこんな舞台でできるんだって思ってくれたらいいなと思いますと、真剣な眼差しで答え、メジャーを目指す侍や今後日本を背負う子どもたちへのエールとも取れる言葉を残しました。日本の選手が元メジャーのレジェンドからこのような質問を受けること自体が日本人としてとても誇らしいですね。そして最後に A ロッドから、日本時代アメリカの野球メジャーを見て参考にしていた選手、憧れていた選手は誰だったんでしょうかと問われると、ここにいる2人、 A ロッド選手、
オルティス選手です。僕が小さい頃から見ているような選手からインタビューを受けているのも信じられないような感覚。自分がそういう立場になれるように頑張っていきたい。と満点の回答にレジェンド2人は大爆笑。MVP を受賞した大谷選手の憧れだったことを知って大喜びし、二刀流スターにハグを求めたのです。オルティスはその後大谷選手とのツーショット写真を撮って締めくくりました。その光景にネット上では、オルティスは大谷が横にいるときはいつもニコニコしてるよね。めっちゃファンなんだろうな。こういうノリのオルティスの質問いいね。昔学校の図書館にリンカーンやナイチンゲールと一緒に偉人の漫画の主人公になっていたベーブ・ルースのように、100年後は大谷が偉人伝の主人公として絶対に出るんだろうな。オルティスは川崎宗麟も大好きだったし、日本人にいいイメージありそう。しかしこの2人からインタビュー受けるなんて本当すごいことやし、謙虚な答えもとても素晴らしい。そしてこの日、大谷選手は日本ハム時代共に戦った元プロ野球選手の杉谷拳士からのインタビューでも最高の返答がありました。杉谷氏はマイクを手にすると、無職の杉谷拳士ですとつかみから笑いを取ると、まずは栗山監督への質問で、8回ダルビッシュ投手、9回大谷選手の登板になったと思うんですけども、栗山監督はシナリオを描いていたんでしょうか、という質問に対して、栗山監督はシナリオということよりもチームは勝つためにどうしたらいいかっていうのはいつも考えてるだけなんでね、まあああいう形になったのもいろんな要因が重なってというところもあるし、ただ理想としてこういう風になったらいいなとは思っていたと回答し、続けて大谷選手への最後の質問、私宮崎キャンプ強化試合1次ラウンド準々決勝準決勝決勝と私常に侍ジャパンのそばで一緒に戦っていたお気持ちです。ただまだ一言も大谷選手と喋れていません。ずっと侍メンバーのそばにいましたが、大谷選手僕のこと覚えてますでしょうかと聞かれた大谷選手は、まあなんとなくと回答し、会場は爆笑。杉谷氏はこれを機に覚えていただければありがたいです、ありがとうございましたと締めくくりました。日ハム時代の絆があるからこその回答ですが、杉谷は少しがっかりしたような雰囲気を出して席に着きました。大谷選手のインタビューの受け答えや心遣い、そして笑いまで取れる大谷選手にはプレー以外でも魅了されてしまいますね。今後も WBC の面白いネタや大谷選手や侍ジャパンを見た海外の反応などをまとめますので、今のうちにチャンネル登録、高評価をお願いします。ご視聴ありがとうございました。